どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2015年12月13日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは手裏剣戦隊ニンニンジャーの感想から参りましょう。忍びの41、第41話、キバオニパーティー5番勝負、2015年12月13日分の放送でございます。突如、妖怪ガシャドクロが現れ、ライオン覇王を召喚し、ガシャドクロを倒しました。その後、キバオニ満月からヤブミが来ます。そのヤブミの内容は、キバオニ満月のお披露目式に関しての招待状でした。そして、キバオニ満月のお披露目式にやってきたニンニンジャーたち。そこでキバオニ満月は、超上級妖怪酒天童子を出現させ、酒天童子とニンニンジャーたちの5番勝負が始まります。まずは1番勝負、喧嘩だこになります。喧嘩だこに関しては、酒天童子と青忍者の戦いになります。青忍者は魔法を使い、酒天童子を飛ばし、見事、ニンニンジャーの勝利となります。2番勝負は、やぶさめになります。酒天童子対桃忍者の戦いとなります。桃忍者は、的に2回当てることができますが、最後の1発だけ外してしまいます。酒天童子は、見事、3発当てることができたので、酒天童子の勝ちとなりました。3番勝負はダンス対決となります。酒天童子と風花ちゃんと金次くんの戦いになります。こちらに関しては、酒天童子の勝ちとなってしまいましたね。次は4番勝負、綱引きとなります。酒天童子と赤忍者の対決になります。こちらの対決に関しては、見事赤忍者の勝ちとなりました。最後は5番勝負、腕相撲となります。赤忍者と酒天童子の戦いになるところなんですが、酒天童子が毒霧を出してきて、ニンニンジャーたちは戦えない状態になってしまいます。そこで、なんと、獅子王が出てきます。獅子王と酒天童子の腕相撲対決となります。酒天童子はまたしても毒霧を出してきますが、獅子王は見事耐え、5番勝負は見事、獅子王の勝ちとなります。この後は、酒天童子との戦闘に入っていきます。赤忍者は、レジェンド忍列弾を使い、酒天童子にダメージを与えます。酒天童子は、レジェンド忍列弾に耐えて、そのまま巨大化いたします。巨大化した酒天童子と戦うため、ニンニンジャーたちは激圧大王を出して戦いますが、突如、獅子王がライオン覇王を呼び出しました。なんと、酒天童子の毒霧は、浴びてしまうと操られてしまう能力があったのです。酒天童子はそれを使い、ライオン覇王を操作し、戦ってきます。突如、ライオン覇王は、覇王手裏剣人となります。その覇王手裏剣人に乗っているのが、キバオニ満月でした。キバオニ満月は、覇王手裏剣人を使い、激圧大王を倒してしまいます。次回、キバオニ満月との再び大きい決戦に入っていきます。果たしてニンニンジャーたちはこのピンチから脱出することができるのでしょうか？次回もお楽しみに。続いて仮面ライダーゴーストの感想へ参りましょう。第10話、集結15個のアイコン、2015年12月13日分の放送でございます。前回の話に引き続き、タケルくんはマコトくんの目的を知りました。それを知ったタケルくんは、マコトくんの妹を蘇らせることを決意いたしますが、アカリちゃんとオナリくんはそれに反対いたします。その後、タケルくんとアカリちゃんは外に出ます。外に出てみると、マコトくんがやってきました。マコトくんはスペクターに変身してタケルくんに襲いかかってきます。仕方がないので、タケルくんはゴーストに変身し戦います。そして、あかりちゃんはついにまことくんと再会することができましたね。たけるくんはまことくんの目的である妹復活に協力しようと試みますが、やはりまことくんは言うことを聞いてくれません。その戦闘後、まことくんの前に青龍刀ガンマが現れ、まことくんの妹である妹アイコンを取られてしまいます。青龍刀ガンマは返して欲しければ全てのアイコンを渡せと言ってきます。
マコト君は仕方ないので、今持っている英雄のアイコンを青龍とガンマに渡してしまいます。青龍とガンマは妹アイコンをマコト君へ返します。一方、オナリ君とその弟子たちはサイエンジを探します。探している途中で渋谷君が一人になるんですが、そこでサイエンジさんがやってきて渋谷君が操られてしまいます。その後、サイエンジに操られた渋谷くんは、タケルくんにアイコンを見せてほしいと言ってきて、タケルくんはアイコンを見せます。その後、オナリくんと成田くんは気絶してしまいます。その気絶途中に、タケルくんは救急車を呼ぶことになるんですが、そこで操られた渋谷くんは英雄のアイコンをすべて持って行ってしまいます。そして気がつくと、英雄のアイコンはありませんでした。タケル君はすぐさま気づき、クモランタンの糸をたどっていきます。クモランタンの糸をたどると、そこには渋谷君がいました。渋谷君は操られているため、大暴れしてしまいます。そこで、オナリ君と成田君は操られている渋谷君を取り押さえます。その間にタケル君は仮面ライダーゴーストに変身し、青龍刀ガンマとの対決に入ります。青龍刀ガンマと戦う中、オナリ君は弁慶ゴーストアイコンを拾い、タケル君に渡し、仮面ライダーゴースト弁慶魂となり、青龍刀ガンマとの対決に入っていきます。そして仮面ライダーゴースト弁慶魂のオメガボンバーとオメガドライブでついに青龍刀ガンマを倒しました。その後、タケル君は印を結び、操られた渋谷君を助けました。渋谷君を助けた後、マコト君がスペクターに変身し、タケル君に襲いかかってくるのですが、その途中で敵幹部であるジャベルがついに姿を現しました。ジャベルは上級ガンマになるアイコンを使い、上級ガンマの姿へと変わりました。そしてゴーストとスペクターは一緒にジャベルとの戦いに入っていくのですが、ジャベルの圧倒的強さに二人は苦戦してしまいます。その途中でサイエンジが出てきて、なんとゴーストとスペクターが持っていたアイコンすべてを回収してしまいます。そしてサイエンジは謎のバリアを張り、そのまますべてのアイコンを持ち去っていきました。モノリスに異変が起き、衝撃が走ります。その衝撃でアカリちゃんは気絶してしまいます。その中でサイエンジがやってきて、モノリスの前に立ちます。今回の話はここまでとなっております。次回15個のアイコンが揃うと一体何が起きるのでしょうか。次回もお楽しみに。続いてゴープリンセスプリキュアの感想へ参りましょう。第44話、湧き上がる思い、みなみの本当の気持ち、2015年12月13日分の放送でございます。では文章の方を読んでいきましょう。この頃なんだかみなみの様子が変、海を見てぼんやりしていることが多い、何か悩み事があるのか。その様子を見たキララは力になりたいとみなみを呼び出して話を聞くことに。すると南は最近よく見るある夢の話をする。その夢とは、そこへ突然デスボグが現れ、素早くプリキュアに変身する南とキララだけど、なぜかマーメイドがいつものパワーを出せなくてピンチに。今回のお話は南ちゃんに関する回でございます。前編後編とあって2話構成となっております。その前編にあたるお話になります。みなみちゃんが不思議な夢を見た後、はるかちゃんたちはノーブル学園のクリスマスの準備で大忙しな状態です。そんな中、みなみちゃんは図書館であるものを調べておりました。そこでキララちゃんがやってきて、ある本を拾います。その本をキララちゃんは見ると、海のお医者さんと書かれておりましたね。その後キララちゃんは生徒会にいるみなみちゃんを外へ連れ出します。連れてきた場所はとある海辺になります。キララちゃんはみなみちゃんの夢に関して相談してきます。一方シャントさんは自分の立場が大変になっていることに気づき、ノーブル学園に向かいます。そしてはるかちゃんたちがクリスマスの準備をしていると、
みなみちゃんが夢に関して悩んでることに気づき始めます。その一方、シャットさんは自分の立場について悩んでいると、その途中でザマス先生と出会います。シャットさんはザマス先生を使い絶望具を誕生させました。みなみちゃんが自分の夢に関して悩んでいると、そこにはシャットさんと黒板絶望具がいました。今回の絶望具がザマス先生だったことに気づくみなみちゃん、早速みなみちゃんとキララちゃんはプリキュアに変身して戦います。その途中ではるかちゃんとトアちゃんもやってきてプリキュアに変身して戦います。絶望具との戦闘の中、なぜかみなみちゃんだけいつもの力が出せなくなっております。それはみなみちゃんが夢に関して悩んでいるため、プリキュアの力がなかなか出せなくなってしまっております。そしてはるかちゃんはなんで相談してくれなかったんですかとみなみちゃんに問います。この時のはるかちゃんがものすごく可愛かったですね。その後みなみちゃんは悩みを振り切ります。するとみなみちゃんはいつものプリキュアとしての力を出せるようになりましたね。そしてサンゴキーとミュージックプリンセスパリスの力を使い、プリキュアコーラルメイルシュトロムを発動させます。見事黒板絶望具にダメージを与え、そしてミュージックプリンセスパレスとロイヤルドレスアップキーの力を使い、プリキュアグランプランタンでとどめを刺します。その後ザマ先生を救出に成功いたしました。学園寮に戻った後、みなみちゃんはみんなに新しい夢のことを言います。その夢とはなんと獣医さんです。獣医さんになることを決意したみなみちゃん。しかし次回のお話ではみなみちゃんが両親に新しい夢のことを言うお話になっていきますので、次回もお楽しみに。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。